コメントはコメントしてくれたらいいね、見て読んでからいいねをしてるのでぜひともよろしくお願いします。多分今日か明日で10日目、10日経った今日かな、多分インスタ始めて10日間になったんですけど、まだ全然慣れず、なんとか頑張ってますでもなるべく続けるようにはしてるのでね、待ってます。また今度インスタライブしようかなって思ってるんですけど、その時があったらちょっとショールームからインスタの方に皆さん遊びに来てください。よろしくお願いします。あとね、ストーリーとかも更新してるんですけど、ストーリーはなんかコメントが送れるようになってて、皆さんからのコメントとかも返してはいないんですけど、読んでたりするので、よかったらまあそんな別に特に用がなかったら別に送らなくてもいいんですけど、送っても読んでますそっちの方も読んでますということを先にお伝えしておこうと思いまして、いつもいいねありがとう、こちらこそコメントありがとうございますとりあえずはね、1万人フォロワーを目指して頑張りたいと思います何かインスタの増え具合が分かんなくて、どんぐらいになったら増えるのかね、本当に未知数っていうか、ツイッターとかだったら始めた次の日には1万人いってたんで、なんかこういう感じなんやと思ったけど、インスタは結構ね難しい、今ね3300人ぐらいかな、10日でやけんね、大変映えの世界って大変、とりあえずは1万人を目標に頑張りたいと思います頑張りたいと思います。ちょっとね声がね、なんか花粉なのかな、咳が止まらんくて、咳が止まらなくてね、声ガサガサなので、ちょっと静かめにお話ししてます。インスタ手応えある、手応えは分かんないけど、もう最近メンバーとかと遊ぶたんびに、まあ、インスタやってるメンバーがその仲いい子に多いので、結構聞いてて、どうやったらいいですかねとかいろいろ聞いてて、でなんか南さんがなんか6時ぐらいが一番見られるよみたいな、他の人は分かんないけど南さんは夕方6時ぐらいに一番見られるって言ってて、だから夕方6時に投稿して、で9時ぐらいにストーリーにそれを載せるみたいな、投稿の告知をするよって言ってて、なるほど、私はいつも10時とか11時とかなんだろう、深夜のノリで投稿してたけど、まずそっから直さんといけんのかって思って、でもね何気になんか1日早いっていうかなんかこう写真撮ってこうフィルターとかかけてとか文章を考えてとかなんかいろいろしてたら、何気に普通に7時超えたりとかするので、なんか大変、取りだめがないとこりゃ大変だなって思ったんですけど、まあ今日はねサーヤンと遊んでたんですけど、サーヤンとねとても映えてるカフェに行ってきたので、今日はそれを載せましたちょっと遠かったんですけど、行ってよかったなと
思いました。声がガサガサですいませんね。めっちゃガサガサ。おきちゃん映えてるカフェたくさん知ってるの？いや私今までねカフェをね全然知らなかったんだけど、インスタを始めるにあたってインスタってさ、なんかツイッターとかより結構カフェの情報がいっぱい回ってくるんですよ本当に。なんかなんですごい調べる幅が広がって、結構ね行きたいカフェのリストアップはね進みましたよ進みましたよ。保存しまくってます。これでもう私もインスタグラマーデビューですねとか言って全然映えてないからどうしようって感じなんですけどくま、ありがとうございますそうなんで、まあいろいろ行けたらいいかなとは思ってるそうなんです。とりあえず広島を離れるまでにはいっぱい行っていっぱい写真を撮りだめしておきたいと思います頑張ります、まあ、カフェグラマーになりたいわけではないんであれなんですけど、でも最近ちょっとカフェに行く楽しさに目覚めてきましたおきぽコーヒー飲めたっけ？ガチコーヒーは飲めないんですけど、カフェラテとかミルク入ってたら飲めます。コーヒーは飲めない。なので皆さんも広島来た時にね、聖地巡礼しやすいようにいっぱい増やしておきますね。来週の日は誕生日、おめでとうございます。おたおめおめでたいね。すいませんね声ガラガラで。テロップに書いとこう声。テロップこっちだ。声出ない日です。あ、文字数がギリギリだ。多分ね花粉なのかな。なんかねすごいねおえつみたいな咳が本当にね一生出るんですよ。だからちょっとあんまり喉をし、でもねこれが花粉なのか何なのか分かんないですけど、もう今日本当にねなんか行く、今日はお洋服を見に行ったんですけど、行くたびなんかね服屋の店員さんにね花粉症ですかって言われてね、いや分かんないんですよとか言って、ちょっと分かんないんですけど多分花粉ですかねって、花粉じゃないのこんな鼻水と咳出ることあるかなって思って、もうフルコンボフルコンボだとんって感じで、まあなんでね明日お話し会なんですけど、オンラインお話し会ちょっとね、もし私がね咳をし始めたらね、おえつする準備なんでね、皆さんなんだろう全然止まらなくていいので、ああ大丈夫ってならなくていいので、そのまま話を続けてくれるとありがたいです。耳で耳で聞いてるので大丈夫です。すいませんね。まあでもお水すぐ準備してるんで多分大丈夫だと思います。そう、多分すごい心配させてしまうような咳だと思うんですけど、体に影響はなく、咳だけ
大げさって感じなんですよ。おーみたいな、あーみたいなでも吐かないんですよ吐きそうになる咳ってだけで本当に吐かないんで大丈夫です。あの皆さんモザイクかからないんで安心してください大丈夫です。そこは安心していただけると大丈夫ですよ何の心配って感じだけど、まあ、多分自分的には花粉症なんじゃないかなって思います。多分おそらくうん今日はねアニメイト、広島のねアニメイトに行ってきたんですよ。 STU48 とアニメイトのコラボが始まって、でまあ展示とかもしててね、実際の商品の展示、抱き枕カバーとか展示してて、それが今日からだったんですけど、まあ今日は公演があったので、まあエディオン神谷町っていうところであったんですけど、すごいねやっぱ近いんですよ、目と鼻の先の距離でエディオンとアニメイトが。でねアニメイト行ってね展示を見てたんですけどね、ファンの方がね来てね、そしたらね本当に 無でね、ずっとね私は見たんですよこうやってじーって。そしたらファンの方もねじーっと見てね、すごい無だったんですよ。私この人間違えて来たのかなって。なんかアニメイト5階だけイベント会場なんですよ、エレベーターでしか行けないんですけど、この人間違えて来たのかなって思ったらね、おみたいな、なんか5秒以上ね止まっててね、ずっとおみたいななんかすごいじわじわ来たんですよ、ね、ありがとうございます何人かね遭遇っていうか、まあ、多分公演前にね、でもみんなね本当にねなんか気を使ってくれたのかね、すぐいなくなっちゃってね本当申し訳ない、ちょっと全然ゆっくり見ててください(笑)すごい嬉しかったです。でも来てね、初日に見に来てくださったんだなって思うとありがとうございました。あの時遭遇した皆さんも、遭遇しなかったけど来てくださった皆さんも、ね広島だけじゃなくて名古屋と大阪とあと秋葉原でも展示してるので、展示してるし予約商品の受付もしてるので、ぜひぜひ皆さんよろしくお願いします。アニメイトでオキちゃん見たけど声かけれなかった。あ本当に、多分私ね展示会にいる人以外はねマジでね分かんなかったかもしれん。そのアニメイト内ですれ違う人ってさ、何目的で来てんのか分かってないからね、私も分かってないかもしれないこの人は何系の人なんやろ、アニメかな、STU かなみたいな、漫画かなみたいな感じだったから、人が多かったですねアニメイトは そうなんです。ということでね、あの予約商品もありますので、まあ、抱き枕カバーね、あのね個人的には超おすすめ、めっちゃ大きかった。もう本当に体が大きい人でも本当に抱きしめて寝れる、ここにこうやって抱きしめて寝れるサイズの大きさでした。なのでおすすめです。等身大っていうか、等身より大きいって感じ、うん、等身大とかじゃなかった、等身大より大きいなのであのそう添い寝をできるので、多分本当にね今後きちゃんの抱き枕なんて多分出るのかな、なんか出る気がしないんですけど、はい多分出ると出ないと思うので最初で最後かもしれないので
よかったらゲットしてみてください。よろしくお願いします。ぜひぜひ。そうなんですよ。いやーすごかった。じゃあ届くのは5月なんで、ちょっと私はねスティーユから卒業した後になるんですけど、多分ね一番最後に届くグッズだと思うんですよ。私が卒業して、多分卒業グッズよりも後に届くので、多分ね余韻を感じてもらえたら嬉しいです。あー、おきちゃんお久しぶりみたいな感じで、ぜひ一家に一台よろしくお願いします。なんか自分の抱き枕を宣伝するのって結構ちょっと恥ずかしいんですけども、でもねこういう時ぐらいねちょっと告知したいと思います。一家に一台。照れますけど、ぜひ待ってます。コラボ缶バッジって卒業後に発売だけど、ポピポの出てくるの、え、どうなんだろう。撮ってはいると思うけど、出たら嬉しいな。出たら嬉しいな。花粉症かも。ちょっと花粉症の可能性高いです。この時期なのかな。なんか私春めっちゃ花粉症だった記憶はあるんだけど、なんか冬の花粉って今までなかった気がするんですけど、もしかしたら発症した可能性がある。すいませんね、ちょっと聞き苦しい配信で申し訳ない、ごめんなさいね。多分自己判断なんですけど花粉症だと思います。抱き枕どこで売ってるの？抱き枕はアニメイトのコラボなので、アニメイトのホームページとかシティのホームページから飛べると思います。商品ページとかから。花粉たくさん飛んでる。やっぱ飛んでんのか、怖すぎる。なんか目に見えなくてよかったって思います。なんか目に見えたら恐ろしい。マスクしようかな。困った。すごいね、喋りにくいんですよ。だからもう常に何か何かが出そうな。もう大変。すいません、配信上だと気になりますよね。ちょっと気にならないようになんか音でも立てときますね。おじさんが抱き枕で寝てもいいんか、抱き枕で寝てもいいかって言われたら、おじさんだろうがおばさんだろうが若い人だろうがそんなによくはないんですけど、でもなんか自分の最初で最後の抱き枕グッズって思ったら、なんか誰にでも寝てほしいですね。よろしくお願いします。私もなんかめっちゃ恥ずかしいけど買おうかなって思います。私の中でおじさんだから嫌とかはないです。嫌なものは若い人だろうとおじさんだろうと女の人でも嫌です。はい、なのでそこだけ誤解しないでください。何の誤解っていう話だけど。買うの、もらえないの、もらえるのかな、まあどっちでもいいんだけど。欲しいなとは思ってる。でも恥ずかしいかな、自分で自分のは。
今日の髪型好き。今日はね外羽巻いてたけどボサボサになっちゃった。大きいサイズのグッズなかなかないので買います。ありがとう。公演までには回復してほしい。でもね風邪とかじゃないんですよ、多分花粉症なんで、体調は元気。ただ歌う時に咳出てほしくないから本当に花粉よ収まれって感じなんですけど、そういえばなんか事務所にね、なんだっけなんかね、なんか届いてる LINE が来たんですよね。なんかショールームから届いてますみたいな福袋、なんか私1月になんか達成してたらしくて、ハッピー女みたいな達成してたらしくて、なんか福袋届いてたんですよ。ちょっと明日持って帰ってきますね。何が届いたのかめっちゃ気になる。まあでも多分1月その明けおめの配信とかで多分ねギフトもらってたから、それで多分達成したのかなって思うんだけど、なんか福女ギフトみたいななんかね達成してたので、ちょっと、まあ、ショールームでもらったのでショールームで明日とかに開封してみたいと思います。何が出てるんだろう、嬉しい。ハッピーハッピーハッピー、ちょっと今日はね喉が痛いんよ。ハッピー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 、ちょっと低めの低めのトーンじゃないと。猫ミームの音が高いから。でも猫ミーム昨日もうめちゃくちゃ話したから、こすり倒してます。毎日言ってる。明日は開封の日やね。そう、明日はね持って帰りたいなと思ってる。何もらったんやろ、めっちゃ気になる。もうねショールームでもらえるものは最後だからいっぱいもらっとこう何気にね今までもらってきましたからね、お肉とか魚とかなんか面白いな、カサゴ地蔵みたいだな。そう、楽しみです。明日やります。こんばんはこんばんは何が届いたか楽しみですね、楽しみですもうサイレントボイスなんだけど失礼しました。今日はねサーヤンとカフェに行ってきました。カフェ巡りを、まあ、カフェ巡り、カフェ行ったりとか、まあそれこそさっき言ったアニメイト一緒に行ってきたりとか遊んできたんですけど、やっぱ楽しいですねサーヤンと遊ぶのカフェ行きましょうって言われて、じゃあ探すねって言って白いカフェとかをいっぱい探してたんですけど、なんかサーヤンが私のインスタの投稿画像をなんか見てくれたっぽくて、でなんか私フィルターかけてるんですよ全部の投稿に。でなんかインスタの投稿のなんか黒目のフィルターをかけてるんですよ、ちょっとフェードがかかってるフィルターをかけてるんですけど、それを見てなんか黒のカフェに行きましょうって言ってくれて、サーヤン黒ありなのって言ったら黒行きますって言って、そうなんです、私の服と
インスタの投稿に合わせて黒のカフェを言ってくれて嬉しかったです。しかもめっちゃ可愛くて、そこがちょっと名前ね英語でね忘れちゃったんですけど、ちょっとタグ付けしてるのでぜひ見てもらいたい。本当にね、なんか外観も内装もケーキもドリンクも、もうなんかフォトスポットみたいなところも全部全部可愛かったので、皆さんぜひ見てください。うん、西区の方なのかな、ちょっと遠いんですけど、めっちゃ可愛かったの。黒が好きな方がいらっしゃったらぜひ、私は黒が好きなので私服も、まあ、今日はグレーなんですけど、だいたい黒多いので楽しかったです。横側、そう横側行きの電車に乗ってもらえたら。本通りは何区？本通りは中区。多分ね、これね、鼻スースーするのね、このモケモケのせいもある気がするよね。このなんかこの服のせいもある気がする。ちょっと押さえとこうなんかこれのせいもだいぶありそう埃かな、花粉ですね多分。服に花粉ついてんのかな。このモケモケのせいもだいぶありそう なんかモケモケの服好きだけど、顔の周りにモケモケがつくうわーって感じ。まいちゃんアレルギー検査アレルギーゼロだったよね。ね、なんか言ってた。アレルギーゼロなのに花粉症なんて思って、花粉症っていうかそんな喉やられるってもう鼻炎がすごいんじゃないって思ったけど、なんか言ってました、めっちゃあれだけアレルギー検査行ってきたって、ミッションインポッシブルみたいな血の抜き方してきたみたいに言ってたのにゼロなんだって思って、逆に鼻炎だけでそこまでなるの大変。どんな抜き方なんや、なんかスピード勝負で血を抜いたみたいな話を前にしてましたね。ちょっと鼻をね噛んでいきたいと思います。ちょっとお聞き苦しいと思うのでちょっとだけ行ってきます行ってきます。はい、鼻を噛んできました。もう今ハッピーハッピーハッピーです。ハッピー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 、多分このね15分後とかにはねまたねズルズルしてる気がするもう今はね鼻通りが良くなってね、ハッピー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 って感じなんですけど、多分この後またズル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 してると思います。とりあえず今はハッピーハッピーハッピーです今日も星が可愛い、こんなんで可愛いって言ってもらえたら本当にアイドル冥利だ。やばい、モケモケが、もうダメだ、この服ちょっと着るのやめよう。モケモケが、今日の前髪好きです。ありがとうございます。最近ね前髪伸びすぎて作るのが大変。マダム感ある、嘘、マダム感とはどの辺がマダムですか。うん、あー
着替えてきてもいいよ。いやでもこれお気に入りなんですよ。お気に入りなんで、もうおしゃれは我慢ということで、ちょっと我慢したいと思います。可愛いですよね。おしゃれは我慢の日。そう、お気に入り。でももう買って3ヶ月ぐらいするけど、もうめっちゃ来たからだいぶ元取れた。ハッピーハッピーハッピー。うんうん。ありがとう。ちょっとお水飲もうかな。ちょっとすいませんね、なんか閉じたり。戻ってきました。失礼しました。ちょっと今日はね、見づらい配信かも。まあちょっと電波が悪い配信だと思ってください。ただいま。まあただいまと言っても多分1分以内以内に帰ってきたんですけど、なんかちょっとずれてる。こんなもんかね。それの動画にたどり着けない。何それの動画って。何の話してたっけ。何の話のコメント。ちょっと私ぼーっとしてる時、自分が何話してるのかすぐ忘れちゃうんだ。何その動画って。何の話してたっけ。猫ミーム。猫ミームはね、 TikTok で猫ミームとか調べたらすぐ出てくるよ。猫ミームって調べたら何でも出てきますね。ハッピーハッピーハッピーって。そのことね。なるほどね。最初に作った人知ってるの。元ネタの動画わかるんだけど、それぞれでも誰が最初にそのミームを作ったのかちょっとわかんない。でももう今多分 STU の中では一番あれかも、流行ってるかも。でもネットミームって大体そうじゃないですか。なんか誰かがなんだろう、これを作りましたっていうよりかは、どっかでひっそりと生まれたものがネットのノリでどん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 拡散されていくみたいな、なんかそういうイメージがありますね。なんか猫ミーも多分そういうものなのかなって思います。ちょっとハッピーハッピーハッピー。あーすっきりすっきりしました。ハッピー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 。ブレターありがとうございます。どうもハビハビです。便利猫ミーム。そう、猫ミームってめっちゃ便利なんですよ。こういう時にいっぱい使えます。ハッピーハッピーハッピー。
3期生は最終オーデから1年になるらしい。あ、そうなんだ。じゃあ今日合格した日なのかな。1年か。まあお披露目の日はまだかもしれないけど、すごいね、そう思うと早いね。おめでたい。お披露目の日ってあれか、周年コンサート、6周年コンサートの日か。まあ周年より前にお披露目されたのか。早いね、おめでたい。ちなみに私は3月2日がお披露目日ですなんであともうちょっとしたら何年目？ 6 年目？ 6 年目になります、うん、お披露目から6年目、もうすぐ。そう、なんかすごいね、長いね、6年生小学生が卒業してしまう年だ。1年生が入学して、そう思うとずいぶん長い間やってきたんだなって思います丸6年、そうです、3月2日で丸6年です。6年の間にね、いろんなことが起きましたね。でもなんか楽しい思い出がいっぱいです。ひえー、7年目も頑張ろう小学校が卒業するって考えたらすごい年月。そうなんですよ、だって1年生がさ中学生になるってやばいよ。もうおきちゃんに焼肉ごちそうしたい。どういうことそんな褒めてくれるの嬉しい、やった。おきちゃんの人生の4分の1、私の人生の4分の1 STU ってこと。でも4分の1ってちょっと分かりづらいな。なんか人生の何分の1ってめっちゃ分かりづらいかも。なんか多いのか少ないのか分かりづらい。何をもって4分のっていうことなんでしょう。ちょっと私計算が算数と数学があまり得意じゃないから分からないんだけど、いやー、負けもけがどういう計算したら4分の1になるんだろう。こういうのパッて出てきたらかっこいいのにね。大人になる家庭の4分の1どういうことどういうこと80歳まで生きるとしてってこと。どういうこと、それとも今生きてる25歳を4分のってするってこと。どういうことマジでなんで25歳が4分のになるの。難しくない？25分のじゃないの？24分の6は4分の1。あー、なるほどね、約分してるってことね。なんて分かりやすいコメントそういうことか。なんか約分されたら分かりづらいな。そういうことね、人生の24分の6を過ごしてて、それを約分にすると4分の1ってことね。そういうことらしいです。そっか、難しいな。じゃあどん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 年齢が上がるにつれて計算が難しくなっていきますね。約分の
けるかな私ちょっと数学があんまり得意じゃなくて、次25歳だから奇数だからめっちゃ大変ですよね。そう、私ねあんまり得意じゃないんですよ数学が。こんなんで社会にね、社会で生きていけるんだろうかって思うんですけどね。でもね、なんか私は謎の自信があるので多分生きていけるだろうって思って、その謎の覚悟で頑張りたいと思います。素数と恋は約分できないってね、どういうことですか？素数と恋は約分できないってどういうことですか？素数は1とか3とか5ですよね。恋はどういうことですか？奇数ってことですか？え？どういうことですか？教えてください。ちょっとめっちゃ気になる。割り切れないってこと？割り切れない、みんなわからないって言って、これはちょっとあの根拠がある話じゃなかったらしいポエムだった説あるななるほどね難しいな。詰める起きちゃも好き。え、詰めてるんじゃなくてマジで、あのなんかあるのかなって思いました。そういうなんか恋を数学に例える何かが、私が無知なのかなって思ったんですけど。なるほど。恋は割り切れないってどういうことなんですかね。あのハートが2つにならないっていうことですかね。2分の1みたいな、2分の1にはなっちゃダメだよみたいな、これが割れないようにみたいな、そういう考え方で合ってるんですかね。ちょっと私あんま理系じゃないんでわからないですけど、そういうことですか。これを1としてるってことなんですかね。教えてください教えてください、数学に自信日記の皆さん、どういうことですか。恋は割り算じゃなくて掛け引き算じゃん。え？え？ちょっと難しいかも。どういうことですか？どういうことですか？掛けるってどういうことですか？増えてくってことですか？引かれないってことですか？もうなんかどういうことがどんどん増えていく、難しい。さっきの人に聞きたい恋と約分は割り切れないの人に聞きたい、どういうこと、どういうことですか。これマジでみんな分かってて私だけ分かってないとかあるのかな。私全く答えが出てこないんだけど。割り切れない思いを理解できる日が来る。割り切れない思いってどういうことですか。もう本当に今2歳児の何々期みたいな。どういうことですか、割り切れない思いって。教えてください、皆さん、人生の先輩方、教えてください。どういうことですか。何々期です今やばい、もう国語の問題になってきた。数学の話をしてたら国語的な話になってきたじゃあ明日答えが出た人待ってます明日のお話し会で
答えを導いた人お待ちしてます。なぜなぜ期だった、なぜなぜってあしたの話し会質問攻めになりそう。いや多分めっちゃ質問攻めだと思う。なんでなんでなんでみたいな、なんで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 、そういう時期かも。握手会で起きちゃうような思いが割り切れませんって言われそう。なんかさ今すごいいろんなことを言いすぎてさ、なんか割り切れないがゲシュタルト崩壊してさ、なんか割り切れないってなんだっけみたいなもうなんか意味が、私国語好きだったはずなのに、もう本も好きなはずなのに全然もう今すごい答えが出てこない。割り切れないって何だっけ、どういう、ちょっと今すごいね言語化に悩む、言語化できない。割り切れないって何でしたっけ、気持ちの割り切れないってどういう意味でしたっけ気持ちが割り切れないってあれ納得してないみたいな意味でしたっけ。同意できない、ああなるほど、合ってるんですかねその使い方で。なんかあんま人生において割り切れないってこう言葉を使う機会がなくて、気持ちの面でそうなのか。なんか久しぶりに勉強というものをしましたやっぱ学ぶって楽しいですね。勉強する楽しさ見出してきたかもしれません多分これショールーム終わった後めちゃくちゃ考えてしまうかもしれない。割り切れないってなんだろう、多分すごいこの後 Google でめちゃくちゃいろんなことを調べていきそうだ沖ちゃんまだまだ人生の修行が必要。確かに私本当に人生経験が少なくて24年生きてるんですけど、人が経験してきたなんか気持ちとかあんまりなくて、そうなんですよ、本とか読んでたりするんですけど、なんか感情移入みたいなのがほとんどできずに、なんか心ないロボットみたいなこと言ってるけど、そんなまあ複雑なことではないんですけど、ずっとね俯瞰して見てしまうんですよね。いつか共感できる日が来るんでしょうか。調べたけど割り切れないは納得がいかず気持ちがすっきりとできないって感じの意味やし。なるほどね。なるほどね。ちょっと鼻噛んできました。ちょっと鼻がすごい詰まりすぎてて、息がふぅ、ハッピーハッピーハッピー、もうなんか鼻噛みすぎて鼻血が出てきました今だいぶ鼻がすっきりしてハッピーハッピーハッピーです。ハッピーハッピーハッピー、多分ね私思いました、鼻から息ができないと考えがまとまらないってことに気づきました。さっき喋ってた内容マジでなんか思考を一回通さずに全部なんか感情をそのまま口に出してたので、今はやっとね考える力が身につきました進化です、2歳児からうん
進化しました。よかった。いつ2歳に、2歳になったのは、私が、なぜなぜと言い始めたぐらいからです。あの、声、なんか訳文がどうたらこうたらみたいなコメントがあったぐらいからもう、ずっと2歳児でした。今は24歳です。今は24歳児です。今日も一日お疲れ様でした。ありがとうございます。お疲れ様です。皆さんも後輩の挨拶の話は解決したのかな。解決っていうか、そんな別に大ごとにしてはないんですけど、あの、多分本当に挨拶されてただと思います。今日ね、サーヤンと一緒に帰っててね、もう本当にね、私外歩いてる時めっちゃぼーっとしてるんですよ。こう周りに注意を気配ってないというか、なんかすぐこけるし、なんかすぐいろんなもの踏んじゃうし、なんか誰が横通ったのかも気づかないしみたいな感じなんですけど、サーヤンと話しながら帰ってて、で、なんか多分挨拶されたのかな、私は本当に全然気づかなかったんですけど、なんか体感5秒後ぐらいにお疲れ様ですって聞こえた気がして、でもなんか横を見た時にはもう誰もいなくて、あれみたいな、幻聴かなって思って、幻聴かなって思ってたんですけど、なんか後々家に帰って、あ、これ挨拶されたのかなみたいな、でも誰もいなかったよな、あれみたいな、あれって思って、ツイッターに書いたら、なんか8人ぐらい後輩3期生からいいね来て、あ、これやっぱ幻聴じゃなかったんだって思って、はい、挨拶されてたらしいです。もう本当にね、なんかマジでぼーっとしすぎてて気づかなかった。なんか聞こえたような気はしたんやけど、多分ね、ノイキャン機能がおのずとついてるのかもしれない。なんかあの AirPods のさ、ノイズキャンセル機能使ったことあります？あれさ、なんか雑音が一気に消えて、でも話しかけられた時になんかここら辺で声はしてるけど何言ってんのか分からないみたいな、でもなんか言ってるなみたいな、あれがなんか自分の耳に備わってた。でも最近の AirPods はさ、なんか喋りかけられた瞬間ノイキャン機能が解けるっていう機能がついてるから、私の耳もアップデートしていかないといけないんだなって思いました。いや、よかったです。判明、幻聴じゃないってことが判明してよかったです。そうなんです、一気にいいねが来てびっくりしました。そうなんです。じゃあちょっと恒例の鼻をすすってきたいと思います。恒例の、はあ、ハッピーハッピーハッピーです。もうなんか疲れてきました。ハッピーハッピーハッピーって歌えなくなってきました、だんだんと。はあ、花粉ってしんどいですね。もうハッピーハッピーハッピーって歌ってる間にこう鼻が詰まってきそうなので、あの息を多めに、今日はちょっとあのツイキャスでよくいるあの吐息多め系の配信者風でいきたいと思います。うん、頑張ります。何風よ。うん、お前さ、
お前さみたいな感じで今日は行きたいと思います。私すごい偏見がすごいんですいませんね。実際見たことはないんですけど多分いるであろう吐息系配信者で行きたいと思います。お前さお前さ、やめ、ダメだ、本当に良くない、良くないですね、やめます。よりつまらせそうなのでやめたいと思います。しかもセリフが何も出てこなかったです。うん、縦揺れしてたらいいよ。え、縦揺れしてるんですか。これはもうゲームの選択肢やん、キャラクリエイト。そんな感じでね、ちょっといやー今日は本当はめっちゃいっぱい配信しようかなって思ったけど、ちょっと鼻がねあまりにも限界値を迎えそうなので11時ぐらいで終わりたいと思います。申し訳ない、ごめんなさいね。今日ちょっとあんまりできなかったです、ちょっとこの鼻のせいで鼻が広がりそう、こんなに噛んでたら。閉じとこう閉じとこう。良くなりますように、ありがとう。まあ多分明日の方がひどそう。今日はちょっと23時で終わりたいと思います。明日はね、まあでもお話し会なんでね、そう、楽しみに持ってます。皆さんとお話できるのを待ってます。いや、思った以上に花粉がすごくてびっくり。うん、明日服何しようかな、まだ決めてないんですよね。どうしようかな、何かリクエストありますか。家にあるやつ、家にあるやつにかけるんですけど、なんかかわいいのとかかっこいいのとかあればなんかありますかね。全然決めてないんですよ。春っぽいの、春っぽいのか、桜のような色。桜はちょっとねピンクとかってことか。いや、桜あるかな、春っぽいやつ。何ジップって、ジップってない、えこっちじゃなくて、何チャック的な、ジップ。確かにな、何があるかな。ちなみに持ってる服の色は黒、白、アイボリー、いや水色も持ってるっちゃ持ってますぐらいかも。着たことないやつだと、あと茶色。ね、ほんとね、黄色とか言ってもらって申し訳ないけどね、黄色持ってなさすぎて、本当にほとんど黒とかばっかりです。青も、青こないだ来た青こないだ来ちゃってた。そこら辺になります。冠婚葬祭には困らない。そうなんですよ、冠婚葬祭用ならねいっぱいあります。ちょっと鼻噛んできます。お待たせしましたお待たせしました、本当にたくさんたくさん。じゃあちょっと自分の中で最大限に
春っぽい感じで春服で行きたいと思います。音だけ消したらいいのに嫌じゃない、なんかさこんな使ってチャーンとか出たら嫌よ。まあ配信しなきゃいいのにって感じなんだけどね、本当にごめんなさいね。すみませんね、今日は鼻の調子が悪く、最初ね昼はねそこまでだったんですけど、咳だったんですけど、どっちかって言ったらなんか家帰ってきたら鼻メインになってきた。まあ話すには困ってないけど。もうすぐオンラインも話し会もあと5回か6回ぐらいですね。楽しみ。ちょっとじゃあ今日はちょっとめっちゃ早いけど、本当は11時までやろうかと思ってたけど、ちょっとあまりにもちょっとお聞き苦しすぎる配信なので今日は終わろうか、そろそろ。申し訳ない。明日のお話し会を楽しみに待ってます。失礼しました、こんな破天荒な、破天荒ではないか、ちょっとあまり良くない配信を見せてしまいましたが、明日の話し会はなるべく万全にやるので、よかったら皆さんお待ちしてます、うん、では壇上を読みたいと思います。13位から読みます。13位タオさん、12位パチロクさん、11位虫男さん、10位とりあえずルービーさん、9位今日のあなたの笑顔が誰かを救うさん、8位マッカさん、7位ジェリーさん、6位バンボシさん、5位山勝さん、4位テレピーさんでした。13位会まで皆さんありがとうございました。そして3位がホクさん、2位がコバチャさん、そして1位がトニトニチョッパーさんでした。ありがとうございました。ということで配信ちょっと今日はまあゲリラ、まあ、いつもゲリラなんですけど、今日見てくださってありがとうございました。皆さんも同じく花粉症の方がいれば一緒に戦っていきましょう。この冬を乗り越えましょうちなみにあのインスタ、まあ最初にも言ったんですけど、コメントいいねしてるので、よかったらコメント待ってます。明日はオンライン話し会1時間目から、フルブスでやってるので、皆さんよろしくお願いします。ということで、すいません急遽終わりになっちゃうんですけど、今日も終わりたいと思います。ありがとうございました。バイバイ、ありがとうございました。それではまた明日お会いしましょう。バイバイ。